ベトナムも中国ではなく日本を選びました。お疲れ様です。パーソナリティのマヤです。動画をご覧いただきありがとうございます。さて本日のテーマは、ベトナムが高速鉄道建設に日本を選択、中国によるオファーを二度断るをお送りします。ベトナムが高速鉄道建設に日本を選ぶ。ベトナム政府は国土の南と北をつなぐ高速鉄道の建設を進めようと日本に支援を要請しています。これは先日ファム・ミンチン首相と日本の鈴木俊一財務相が会談した際に公にされました。ベトナムは現在日本や中国の支援を受け、大都市であるハノイやホーチミン市での地下鉄や都市交通の改善を進めています。また国土の南北をつなぐ既存の在来線の近代化にも注力しています。この在来線は1935年に開業したもので、ベトナム戦争で一時は運行が中断されていましたが、戦後に再開されたものです。ただこの在来線を使って南北約 1700km を移動するのにはなんと29時間もかかります。そのため在来線に代わる高速鉄道の建設は長い間ベトナムの人々の大きな願いとなっていました。そうした悲願ともいえるプロジェクトに手を挙げたのが日本です。ベトナム鉄道公社や交通運輸省などが立てている計画によると、高速鉄道の工事は優先区間としてハノイからウィンという場所とホーチミンからニャチンという場所の2区間を2030年までに第1期建設工事として完工させる予定です。そして第2期としてウィンからダナンを2040年までに結び、ダナンからニャチン間を2045年までに完工させ、全線開通につなげることを目指しています。かなり期間も長く壮大なプロジェクトですが、日本ならば完成までこぎつけてくれると期待し、ベトナムは日本に支援を要請しました。実はこのベトナムの高速鉄道プロジェクトはこれまで何回も困難に直面してきました。最初の計画が2007年に発表された際、必要な建設費用はなんと330億ドル、約4兆9500億円と見積もられました。さらに中国南部からのパンアジア鉄道との接続が検討されたため、国会で中国の影響力が増すという懸念が高まり、高速鉄道計画は一度棚上げされてしまいました。その後2016年に計画の見直しが始まり、2018年には鉄道公社が交通運輸省に対して新たな報告書を提出。それを受けて計画は再び動き出したのです。しかし2007年に最初の計画が発表された時と比べると、経済発展が著しい現在のベトナムの都市部の地価は2倍以上の上昇を見せています。中央集権から市場原理へのシフトや国内外への規制緩和がベトナム国内の産業や競争力を向上させたのです。さらに外国からの莫大な直接投資が流入したことによって経済成長を成し遂げました。具体的に見てみましょう。2000年から2010年までの10年間でベトナムの平均経済成長率は年 7.26% でした。2022年の GDP 成長率は 8.02% で、1997年以来となる 8% 超えで、近年最も高い成長率となっています。さらに2023年の GDP 成長率も約 6.5% と推定されています。これ自体は嬉しい話ですが、引き換えに高速鉄道沿線の建設コストはもちろん、土地収容コストや住民の移転コストも高騰してしまいました。そのため総工費は8兆円から9兆円となる可能性も出てきています。こうした事情もあり、このプロジェクトを成功させるためには日本が主導する国際的な支援が必要不可欠だと彼らは結論付けました。ベトナムの人々の長年の夢、高速鉄道の実現の鍵となるのは日本との深い協力関係が築けるかどうかにかかっているのです。日本と結んだことに中国が猛烈批判。ベトナムの南北を結ぶ高速鉄道計画はハノイとホーチミン市をつなぐ約 1560km の旅客専用線路を建設するという壮大な国家プロジェクトです。東京から鹿児島までが 1358km ですから、いかにこの路線が長いのかがわかります。この新たな高速鉄道は最高時速 320km での運行を可能にすることで、現在約29時間も必要な南北の移動時間を大幅に短縮し、最速で約5時間半にまで縮めることができます。さらに既存の在来線は
今後貨物輸送に特化した形で改良が加えられる予定です。非常に長い路線のため、全線を通して20の州と市が経由点となり、車両基地も5カ所設置される予定です。計画には24の駅が盛り込まれていますが、追加で3駅建設される予定です。そして開業後には、航空機での移動時間が約4時間半とされるハノイとホーチミン市間の運賃を上回らないよう、鉄道運賃はそれよりも約 75% ほどに抑えられる計画です。このように非常に壮大なプロジェクトにおいては、日本の新幹線方式が採用される予定で、日本政府や企業からの技術支援や資金協力が期待されています。一方で、例によって中国もこのプロジェクトに非常に強い関心を持っていました。ベトナムが日本に高速鉄道建設支援を要請したことについて、中国メディアは、ベトナムが中国を捨てて日本の新幹線技術を選んだことは正しい選択なのかと疑問を呈する記事を掲載したのです。記事では次のように伝えています。これまで中国は2回にわたりベトナムに高速鉄道建設のオファーを行ってきたが、情勢判断に疎く、頑迷なベトナム政府にスルーされてきた。もし中国に依頼すれば、地形が平坦な沿海地域を通るベトナムの高速鉄道建設を安価にスピーディーに完成させることができる。一方で、ベトナムが選択した日本の新幹線技術は、建設サイクルが長く、技術的にも時代遅れのリスクがある。つまりベトナムは技術力で日本を選んだのではない。ベトナムは政治的、経済的に米国側陣営と中国の間でつかず離れずのバランスを取ろうとしており、その地政学的な思惑が日本選択の背景にあるのだ。さらに、ベトナム国内の高速鉄道で日本の新幹線技術を採用したとしても、中国はもちろんのこと、ラオス、タイ、カンボジアなどの近隣の鉄道路線との接続を図る上では、中国の鉄道技術に頼ることは避けて通れない。そのことをベトナム自身がよく理解しているはずだ。最近日本は長期的な経済低迷に苦しみながらも、東南アジアに基盤を作り、中国包囲網を形成しようとしている。しかし彼らでは力不足であり、さらに中国の経済規模が米国を追い抜くことで、近い将来世界経済の構図が変わっていくことだろう。以上が記事の内容です。つまり中国ではなく日本を選択するのはミスだと伝えているのです。このように否定されると、よほど彼らは悔しかったのだろうと思いますね。しかし、ベトナムが日本を選んだのには過去の実績があります。ベトナムが中国を選ばなかった理由。ベトナムでは都市部の鉄道整備も着々と進められています。そしてそこには中国が建設したものもあります。ハノイ市で2021年11月に開通した高架鉄道は中国の支援を受けています。しかしこの路線は全長13キロでありながら、完成までに10年もの歳月を要しました。さらに安全検査や工費の問題、また現在も続出する車両やシステムの故障問題で中国との対立が続いています。一方でホーチミン市では日本からの財政支援を受けて地下鉄1号線と2号線が開業予定です。日本製の安全で最新技術を満載した車両や精密な運営システムも採用されており、日本の先進的な鉄道技術が高く評価されています。この中国とはレベルの違う日本の鉄道技術への信頼もあり、ベトナム政府は国内を南北に結ぶ高速鉄道計画の実現に向け、日本からの支援を熱望しているのです。ただしこの高速鉄道プロジェクトは、現時点で約8兆3000億円という莫大な建設費用が見積もられているため、資金調達が一つの大きな課題となっています。そのため、ベトナムの首相が鈴木財務相との間で、日本の主導による国際的な支援の要請を行いました。この際には、単なる財政面だけでなく、高速鉄道の建設や運行における技術支援についても、日本に対する高い期待が示されました。日本への信頼が厚い背景には、中国との複雑な関係があります。中国は現在、雲南省昆明市からハノイ市までをつなぐ国際鉄道、通称パンアジア鉄道の建設を進めています。中国が国家の威信をかけて推進している経済帝国主義政策、一帯一路構想のために、この路線が将来的にベトナムの南北高速鉄道と接続される可能性があるのです。しかし、急速に増大する中国の影響力に対する懸念から、
ベトナム政府は高速鉄道計画での中国依存を避け、日本との関係を強化する戦略を取っていると推測されます。さらに、インドネシアでの中国による高速鉄道建設の様々な不手際がベトナムに大きな教訓となっているようです。インドネシアが首都ジャカルタからバンドンまでの高速鉄道建設を中国に依頼した結果、多くの問題が噴出しました。総工費は当初の見積もりを大幅に超え、インドネシア政府は何度も追加資金を提供せざるを得ない状況に追い込まれました。さらに、予定されていた観光時期は2019年から2023年6月へと延び、やっと10月に開業したという次第です。それでもまだ営業運転がスムーズにいくかどうか不確かな状況が続いています。また作業員の死亡事故が発生するなど、工事の安全性にも疑問が投げかけられています。このような状況を鑑み、ベトナムは日本の鉄道技術の高さとその信頼性を評価し、日本との協力を強く望んでいるのです。日本とベトナムの友好関係を強化するチャンス、中国が関わったハノイの都市鉄道建設の結果を見て、ベトナムは教訓を得たのでしょう。何しろ完成が遅れた上に、運行を始めても駅や車両が雨漏りするという惨状でしたから。一方で、日本が手掛けたホーチミンの都市鉄道はベトナムの人々に高く評価されています。いくら安いと言っても工事が遅れたり品質が悪かったりするのは困りものです。また中国に高速鉄道の建設を任せれば、一帯一路戦略に組み込まれ属国化されかねません。さらに軍事的に利用されたり、資源を略奪される恐れさえあります。そうしたことを考えれば、やはり日本を選ぶのは当然と言えそうですね。東南アジアでは今後も鉄道インフラの需要が高まると予測されており、日本は各国への支援を積極的に行っています。ベトナムの高速鉄道計画もその一つであり、日本とベトナムの友好関係を強化し、日本が新たな経済発展期を迎えるための大きなチャンスとなるはずです。あなたはベトナムが高速鉄道建設に日本を選んだことについてどう思いますか？ぜひ意見や感想をコメント欄にお寄せください。最後までご視聴いただきありがとうございました。またあなたとお会いできることを楽しみにしていますね。